皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2001年公開の、アトランティスの心。現代、ハーツ・イン・アトランティス。監督はスコット・ヒックス。脚本はウィリアム・ゴールドマン。主な出演は、アンソニー・ホッキンス、アントン・イェルチン、デビッド・モース、など。50歳になる写真家ボビーの元に幼馴染の訃報が届く。生まれ故郷の小さな町に戻ったボビーはそこで、不思議な力を持つテッドと出会った過去の出来事を思い起こす。というストーリー。同名小説の映画化。スティーブン・キング原作ということで、スタンドバイミーの昔を懐かしむことと、グリーンマイルの過去の後悔を足して割ったような作品。悪くはないが、なんだか無難に作られている気がして物足りなかった。上映時間が短いのにサブプロットをいろいろと詰め込んだために、どれも軽く触りだけで終わってしまっている。少年が大人に変わる時期の思い出という内容に共感できただけにもったいない。ということで、評価は。Thumbs up!